ね、いろんな人聞いたけど、やっぱりアプローチ、今田竜二といえばアプローチみたいなところがすごくあるみたいで、まあそれはある意味生きていく手段ですね、うん、一つの。あ、そのプロゴルフは今田竜二として、はい、もうそれなくしては語れないみたいな。そうですね、もうショットはね、うん、とてつもなく下手なんで。いやいや、そんなことないですよ。そんなことないです。だからいつもね、ショートゲームで頑張るしかない、うんうん、そのアプローチっていう、まあ、自分の武器なわけじゃないですか。それはいつから俺は俺の武器だなと思った、うん、僕が子供の時からアプローチをする、うんうん、アプローチの練習をするのは大好きだったんで、あの芝生の上からアプローチの練習できる場所があったので、うんうん、まあ、そこが唯一ね、僕が芝生の上で練習できる場所だったので、うん、そっかそっか、そこに一日中いることもありましたし、まあ、そこで、ね、アプローチのいろんな打ち方を自分で試行錯誤しながら考えてやってたんじゃないかなと思います。まあ、数え切れないかもしれないけど、バリエーション的なものって何パターンぐらいあるの？120パターンぐらいですか。120パターン？それさ、なんかさ、原西のギャグみたいな、ね、いろんなパターンはあるのかもしれないですけど、うん、まあ、結局は、うん、まあ、その場その場で、うん、そのシチュエーションに合った打ち方を、ね、うん、まあ、選んでいくので、そのショットが簡単であればあるほどバリエーション増えてくると思うんですよ、ね、そのアプローチが簡単であればあるほど増えてくる、はい、どうだ、たまに時にはそのリスキーなことを選択する時もあるっていうこと。まあ、リスキーだけど、うん、それが一番カップに近く寄せる方法であれば、うん、当然リスキーな方を選ぶこともあるかもしれないですよね。なるほどね。ただ遊びの場合だと、うん、ちょっとリスキーな方を選んじゃう方が好きなんで、うん、なるほどね。出た、勝負師。そういうわけではない。ウェッジを選ぶに関しては、うん、かなりの時間を費やしていると思います、ね、ウェッジで道具を選ぶってこと、はい、それは例えばバウンスの角度なのか、まあ、自分ではこう数字的なものは全く分かんないんですよ、うん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 、ただこう見た目と打った感触、うん、だから僕のクラブを作ってくれてる人も、うん、もうほんと数字でクラブを作れないんで、うんうん、すごく難しいし、要するに削っていくわけですよ、うん、わがままです。いやいや、こだわりが強い。こだわりが強い。思ってると思うんですけどね。見た目としては、例えばこう、グースがあるとかないとか、歯が出てるとかないとかって、うん、まあこう、どっち側、まあ、僕はちょっと大きめの、大きめの、はい、ウェッジで、うんうん、あの、まあ、多少のグースはいいんですけど。多少のグースは OK。うん、でも、あまり、うん、こう、ネックが、うん、こう、内に入ってるのは、好きじゃない。好きじゃない。バンスは多めとか少なめ？バンスは、少なめ。少なめ、はい、でも僕は開いた状態で、うん、ウェッジを使うことが多いんで、はいはい、自然とバンスは増えてくるので、ね、開くと。あ、開くとね、はい、ってことは顔を見るときはある程度こう開いたときにいい顔したときの方が、そうですね、なんか大きめのフェースでちょっと安心感のある丸めのフェースが好きですよね。安心感のある丸めのフェース、うん、こういう会話がですね好きなんですよ。ゴルフネットファンとしては多分明日あたりゴルフショップ行って、すいません丸めのでかいやつありますってグースちょいグースいいっすっていう、フォーティーンさんで、フォーティーンさん、ね、今田竜二モデルといえばもう売られてるんですか。いや売られてない、売られてない。、まあ、喜怒哀楽、喜怒哀楽、僕がもしギャラリーってあるとしたら、やっぱそういうとこ見たいなと思うんですよね。